この寒さは私たち人間だけでなく動物たちにとっても厳しいものとなっているようです。こちらでは動物がさまざまな方法で寒さをしのいでいます。はい、ということでこちらは自然や動物との触れ合いが楽しめる沖縄市東南植物楽園の様子です。かわいい。このうちカピバラが仲間と身を寄せ合いながら餌を頬張っていたり、コモンリスザルがストーブの前に集まって暖を取っている様子が見られました。基本的にヒーターの下にこう最近は集まっている様子が多い感じですね。先週は暖かい時はかなり動物たち活発に外を歩いてたんですけど、ちょっと昨日今日あたりはもうみんな隅っこに集まってる感じですね。